ここです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。いや、2022年となりましたね。去年の2021年はとにかくジェットコースターのような1周年記念配信だったり、ワンマンライブを開催したりなど、日々音楽まみれでがむしゃらに走り抜けた1年だったかなと思います。私の2022年の抱負はズバリ今勉強している四字熟語で表現したいと思います。それは一期一会です。去年はとにかく必死で周りを見れる余裕があんまりなかったなぁと思ったので、今年は周りの人とのつながりや新たに出会う音楽仲間、スタッフさん、そして観測者のみんなとの出会いを大切にして音楽を届けていきたいなと思います。一期一会です。はい、2022年もどうぞよろしくお願いいたします。以上、ここでした。ありがとう。